イルミネーションに彩られた足摺海洋館里海。おととい午後9時まで開館を延長し、夜の海の世界を楽しむイベントが開かれました。館内の照明も昼間より暗くして夜の雰囲気になると、一方で、いやすごい、こんなん初めてや。おじいちゃんが思わず大喜びするのが、何これ、先月土佐清水沖で網にかかった160センチ13キロの巨大なウツボです。モンスター級の大きさに子どもたちは、これって魚なわ、でかっ、魚食べたら美味しい白身魚のウツボは、昼間は穴の中に入ってほとんど姿を見られませんが、夜はこんなに活発なんですね。さらに飼育員の案内で水族館の裏側を見学できるツアーも行われました。イワシの大群が泳ぐ人気の円柱形の水槽、上はこんな風になっています。毎日スタッフが朝一番、お客様が来館される前に下に沈んでしまった死んだイワシたちを回収するために、こうやってはしごが設置されています。魚偏に弱いと書くイワシ、毎日数匹が死んでしまうそう。補充をしながら今は4000から5000匹が泳いでいます。さらに貴重な資料も。これはシノノメサカタザメの心臓です。去年の開館以来、水族館のシンボル的存在だったシノノメサカタザメは残念ながら12月に死んでしまいました。今回死んでしまったシノノメサカタザメはおそらく病気ではなく老衰、解剖したんですけど、特にそういった病気とか怪我というものは見つからなかったので、参加者はなかなか聞けないアカデミックな話に興味津々でした。バックヤードもなんか普段絶対見れない、飼育員さんしか見れない場所に行けて、でなんか裏から見るお仕事みたいなのも見れたので、まあ、大満足でございます。里海の夜の水族館は今月20日と来月6日にも予定されています。